皆さん、こんばんは。米国間マスター、高大島こと、ファンのガレージの大島です、えー。改めてお伝えするまでもありませんけども、先週21日に発表された NBDA の決算は、まあ、市場のどぎもを抜いたと言っても言い過ぎではないと思います。今現在、NBDA をカバーしているウォール街のアナリストたちは、まあ、基本的に業界の中では、長がつくほどの一流の人たち。 えー、当然、十分なリサーチソースを持っているはずなんですね。そういう人たちの予想をもとに集計されているのが、まあ、市場コンセンサスと言われるわけですが、ご承知の通り、結果はそれらをことごとく上回っていました。そのエヌビディアの決算からのインプリケーション、を今回は掘り下げてみたいと思います。えー、今回もだいいインベ国株最後までお付き合いください すでにこの NVIDIA が発表した決算プレスリリースや、まあ、その内容、数字についてはご承知のことと思いますし、まあ、多くのアナリストやメディアなどがあまたコメントしていますので、改めてこの内容は解説しませんけれども、まあ、正直、強気で見ていた私も瞬間、マジかーと、まずガッツポーズしてしまったほどです。えー、ただ、正直に言えばですね、まあ、発表と同時にあの怖くてプレスリリースを見に行けてないんですね。えー、まずは時間外取引の状況を見て、ですね、まあ、実はあの株価が下がったんですよね。 四半期計算だからまあ仕方ないかと思いつつ見たもんですから、まあ、驚きはひとしおでしたと、まあ、例えばです、ねえー、ここなんですね、まあ、株価を計算するときには最も参考するのが一株当たりの利益、まあ、すなわち EPS だと思いますけれども、えー、ここにはそれがガープベースの規格化後の一、まあ、株当たりの EPS が4.93ドル、まあ、前年同期比でプラス765%増、まあ、ノンガープベースで見ると5.16ドルで、まあ、前年同期比486%増とーいうふうになってい、ね、る まあつまり、2022年11月から2023年1月末までの四半期ではあの5倍から8倍とおいう意味ですね、じゃあならば、2023年1月末日のエ i d i a の株価っていくらだったのかなというと、195ドル37セントなんですよ。 この株価の算定根拠となった決算時に比べて利益がまあ5倍から8倍になってるっていうならばですね、単純に考えて現在の株価はその5倍から8倍としてもおかしくないというのがまあ理屈にはなろうかなと。 つまり5倍ならば977ドル、えー、8倍だったら1563ドルとこういうことになります。で一方、記憶を紐解いてみるとですね、えー、昨年2023年1月末の時点では、まあ、市場にはまあ生成 AI とか ChatGPT なんて話はまだまだほとんど聞こえてきてないんですよね。まあ、2023年1月23日にマイクロソフトがのオープン AI に 数十億ドルを投資するといったときから、あドラマが始まったんですから、えーま、だとすればです、ね、こんなお風呂であって、正当化がされそうな話だというふうには思うんですけども、時間外取引では、わずかに前日比で10%程度上がって、742度という感じでした。 ただその後に開かれたですね、決算発表のカンファレンスコールの内容、まあ、あるいはあ私が確認したアメリカのインベストメントハウスのリサーチレポート、あの結構な数を確認させていただきましたけども、まあ、なるほど、まだある意味では仕方ないのかなとも思えています。まあ、だからこそあのジャンセン CEO 自らがですね、ウォール街のアナリストたちに向かってとても重要なメッセージを伝えているんですね。でそれがあこちらです。 これはアメリカでもトップクラスのリサーチハウスのアナリストから CFO のコレット・クルフスにのー質問なんですけれども GPU の供給制約の方に現状に関して質問でしたでジャンセン CEO 自らがですね割って入ってえ答え始めて冒頭で語ったものなんですねジャンセン CEO はまあ人々は NVIDIA の GPU をチップのようなものだと考えていますしかし NVIDIA フーパー GPU には3万5千個の部品があります重さは70ポンドです これらは私たちが構築した非常に複雑なものですとこういうふうに言ってますそうなんですこれこそが、まあま現実と市場の NVNI に対する認識の一番大きな食い違いだと思いますこれを一流のアナリストたちが集めて行う決算発表のカンバレンスコールの中でまあ、それもあの3人目の質問という早い段階でですね、えー、改めて CEO が説明しないとならないというのが 株式市場の実際の nvidia。あるいは世間一般と現在の nvidia の乖離だとういうことだと思います今回の決算発表を受けて、多くのメディアとか。まあ、市場解説の方がですね。毎日 nvidia について触れていますけどもまあ、そのほとんどが。 まあ、ゲーム用画像処理半導体大手の NVIDIA といったようにですね、まく、あ、ら言葉をつけますよね。まあ、それはそれで分かりやすくするために必要なことだと思うんですけども、まあ、実は今回の決算発表の中で、ジャンセン CEO が一番伝えたかったことっていうのは、おそらくもう画像処理半導体の NVIDIA でないんだよということだったと思います。 まあそれが証拠にですね、ジャンセン CEO の口から単独で GPU という単語が今回使われたことはほとんどなくてですね、まあ、使われているとすれば、まあ、GPU アクセラレーションという言い方か、まあ、純粋に商品名で NVIDIA ホッパー GPU といった感じだけなんですね。まあ、その一方で一番多く使われたキーワードは何かというと、アクセラレーテッドコンピューティングで、まあ、なんと14回も使ってました。 CFO のクルスさんの方は GPU、GPU って何度も言ってましたけども、まあ、先ほどの部品点数3万5000点と、まあ、70パーンドの話に戻りますけども、そらくこのスライドにあるような枕ことでは、まあ、普通の人の頭に浮かぶ NVIDIA の製品というのは、左下の写真のような、まあ、小さな半導体チップだろうと思うんですね。もちろん右側の写真のモジュール化された状態、まあ、これは NVIDIA H100GPU 搭載の新型 SXM5 というモジュールのものなんですけども、 こんなものを想像される方も多いと思いますけども、これとてはあの実際にはですね、片手でつかめるサイズのものなんですよ。あの部品点数3万5千点というと、ちょうどトヨタ自動車がウェブページであの説明しているんですが、1台の車は小さなネジまで数えると約3万個の部品からできています。こういう、これを超えるものなんですね。でまた70%って、えー、およそ3 1キロぐらい。 低学学年の小学生よよりもも重いかもしれまませせん。ん、まあ、全然合ってませんよね。ならば、どんな形なのが NVIDIA の GPU かっていうと、こんな感じなんですね。この写真はです、ね、現時点で販売されている NVIDIA の HGXH100 といわれるもので、まあ、こんな形でサーバーボードとして NVIDIA が販売します。この赤丸のところのです、ね、先ほどのモジュールが、まあ、それこそあのチップの部分に NVIDIA のロゴの入ったパッケージで封印されて載っているのが分かります。 でその上に冷却ファンがこれ乗るんですね。そしてこのボードにはあ実に8個のモジュールが載っています。そして右側の写真のように、このサーバーブレードのケースに入れて、さらにこれがサーバーラックに何台も収まるとこういう感じになるはずです。これならばですね部品定数3万5000点で大阪さん70パウンドという話も、まあ、リアリティが感じられるかなというふうに思います。 GPU の供給が需要に追いつかないという話は、ですね、まあ、単にシリコンウェハーの上に回路パターンを焼き付けて切り出した、まあ、小さなあのシリコンチップのことを言,言っているわけではないとこういうことですね。まあ、だからこそジャン,ジャンセン CEO はですね先ほどの回答の後に、まあ、人々がこれをあの AI スーパーコンピューターと呼ぶのに十分な理由がありますとこういうふうにまで付け加えたんですね。 おそ、まあ、らくあのデスクトップパソコンに搭載するグラフィックスカードのようなものを想像されていた方のイメージとも、まあ、この結果はかなり違ったんだろうなというふうに思います。まあ、ただ、これ以上にジャンセン CEO が、もう画像処理半導体の NVIDIA ではないんだよと伝えたかった理由というのは、こちらにあるかと思います。 これはあの過去9四半期にわたる NVIDIA のデータセンターとゲーミングセグメントのレビニュー変化を示しています。ご覧いただける通りですね、明確に過去3四半期、すなわち2023年第2四半期から爆発的にデータセンターの収益が伸びているのがわかります。あの、卒業でありますゲーム分野は、まあ、データセンター分野のわずか、現在16%にも満たなくなりました。 まだ、えー、誤解なきように申し上げますけれどもお、一番左側に、ま、Q421 とお、21年のお第4四半期ですね、とある頃には、すでに NVIDIA の主力ビジネスの一つが、ま、AI であることは間違いないんです。それが証拠に、ですねあの私のファンドガレージがプレミアムレポートを創刊した2019年2月の頃でさえ、す、え、で、ー、に AI、自動運転、エッジコンピューティングなどを考えたときに、GPU で築き上げた NVIDIA の技術は不可欠というふうな形のレポートをしているんですね。 まあ当時の株価をその後の無償分割を考えて計算するとです、ね、まあ、約40ドル程度に過ぎないんですね。まあ、だから細かくチャートの数字を見ていただければです、ね、数字が成長していることも見ていただけるんですが、まあ、直近の伸びが非常に大きいので、その後見えなくなっていると、Q223 というところから爆発的に加速したということだけは明らかです。だ、まあ、だからこそあのジャンセンセ CO はです、ね、もう画像処理半導体の NVIDIA ないんだよと伝えたたくてまた アクセラレーテッドコンピューティングという単語をま14回も使ったんだろうなとういうふうに思います。NVIDIA の競合関係を考えるときにですね、おそらく NVIDIA がまあ、要はあの半導体化が開発の企業なんで、まあで生産は TSMC に依存するとおおいった面もあるからかですね、割と単純に競合相手が同じような高性能半導体を作ればまあ、勝てるのではとおいった捉え方をされがちだというふうに思うんですが。 この分野で NVIDIA を最強なものと知るのは、半導体の技術だけではないんですよね。この CUDA という存在を抜きにはあ本来語れません。CUDA とは、正式には Compute Unified Device Architecture の略で、NVIDIA の GPU を使用して並列コンピューティングを行うためのプログラミングモデル。 およびソフトウェア開発キットのことです。クーダはですね、デベロッパーが C 言語とか C++ などのプログラミング言語を使用して GPU 上であの直接汎用計算を行うことを可能にするものなんですね。 でこれによりまして AI、すなわち人工知能分野のみならず、まあ、高度な科学計算とかビデオ編集など、計算集約型のタスクを高速化することができるというものなんですね。でこの CUDA なんですけど、2006年の GTC で GPU 専用の GPGPU プログラムの環境として発表されたんですね。えー、私もその時、あのサンノゼに参加したものですから、今年の GTC2024 年。 えー、なんとそれから19回目の GTC がまもなく開かれるということになります。でこの技術はです、ね、それ以来、あの科学研究、エンジニアリング、金融分析、およびコンテンツ作成など、さまざまな分,分野で広く採用されて、まあクーダを使用することで、開発者はあの従来の CPU だけを使用する場合に比べて、はるかに高速な計算性能を実現するようになったんですね。 今回の決算説明の中であの、何度かバーティカルという単語も出てくるんですが、まあ、各産業を説明しているときに、この垂直に浸透しているという意味で、何度かバーティカルという単語まで出てくるのは、そういう背景があります。で、クーガーがなんでそんなに強いかといえばですね、まあ、開発者の方にあの怒られるかもしれないんですけども、まあ、話を単純化するために、あえて例えるんですが、パソコン OS の Windows に例えると分かりやすいかなと思います。 ウィンドウズのパソコンの OS として広く普及して、事、まあ、実上業界標準ですよね。まあ、同じように CUDA は GPU を利用した汎用計算の分野で、デファクトスタンダード C を確立しているんですね。 やはり2006年の GTC の段階で始めてから、18年以上の歴史が効いているということだと思います。これは開発者が高性能な計算を行いたい場合、NVIDIA の GPU と CUDA を使用することが一般的な選択肢となってしまっているという意味なんですね。18年もあるとです、ね、新卒のエンジニアでも40代になっているということは考えてみていただけたらと思います。 でまたあの、推論だけなら高価な NVIDIA の,の GPU を使わなくてもこと足りるという議論もありますけれども、一つのビッグメッセージは、今回の決算でさえ、データセンター収益の40%が、まあ、推論用から来ているということなんですね。もちろんあのコストとか省電力ということを考えたらです、ね、推論専用の半導体を利用するという議論もあると思います。ただ、えー、開発者の立場で考えると、それは Windows パソコンから MacOS のパソコンに乗り換えるような負担があるということなんですね。 またそもそもおまだ p イの奪い合いをするような段階では AI のところはないという視点も大事だと思います。Windows の成功はあの豊富なアプリケーション、あのドライバー、そしてサポートするハードウェアのエコシステムに支えられてきたのはご存知の通りですけれども、同じように CUDA もまた豊富なライブラリ、まあ、フレームワーク、教育資料え、そしてコミュニティのサポートによって、まあ、開発者が容易にアクセスして活用できるエコシステムを築き上げているんですね、まあ。だからスライドにあるように、同じようなプラットフォームって なてできてるんですよただ残念ながらその参入障壁っていうのは非常に高くてですね今現在はあまだなかなか普及できていないという状態ですね。で一方で、えー、水論専用半導体がエリビデ i a を脅かすというような論調は、まあ、市場の変化とですね技術 革新の速度をまあ反映するという証拠だと思います。NVIDIA はこれらの挑戦に対応するために自社の技術と戦略を進化させ続ける必要があります。まあ、市場の競争というのは NVIDIA にとって挑戦であると同時にですね、まあ、イノベーションを促進して業界全体の成長を加速する機会でもあるということで、まあ、引き続き追いかける価値は極めて高いということは間違いないなというふうに思った次第です。えー、ということで、今回もここまでとさせていただきますもし。もしよろしければいいねボタンとチャンネル登録 お願いしたいと思います。よろしく。どうも最後までご清聴ありがとうございました。